折り紙で作った花に茎をつけて生けられるようにしてみました。折り紙をまず三角形に折ります。裏返して四角形に。この部分を持ってスッと寄せると四角い形になります。さらに四つの辺を折りつぶしていきます。鶴の羽を折るときのように細く折っていきます。真ん中に強く折り目をつけてください。開いたらこの部分まで折り返して、それをまた上に折り上げます。これを4回繰り返します。少し大きめの花にしたいので、真ん中まで折らずに少し間を空けて折ります。これも4箇所同じようにしてください。花びらを下向きに折ります。それから広げて花びらをくるくるっと巻いていきます。形を整えて花の出来上がりです。今度は茎になる部分を作っていきます。フラワー用の細いワイヤーを3本、同じ長さに切ります。切ったところの端を少し曲げてください。ここにお花紙の黄色を引っ掛けるようにしてくるくると巻いていきます。引っ掛けておけばスポッと抜けません。最後は糊をつけて留めます。これを3つ作っておきます。葉っぱは余った画用紙や、不織布などを使って作っておいてください。真ん中に切り込みを入れておきます。花の付け根に切り込みを入れたら、ワイヤーを差し込みますが、ワイヤーを束ねてねじっておきます。そうすると、いっぺんにスーッと出てきますので、おしべの位置を調節してフローラテープで巻いていきます。そして先ほどの葉っぱの切り込みのある部分を重ねて巻き込んでいきます。これで出来上がりです。
茎がついたので、生けたり花束にしたりすることもできます。